皆さんこんばんは、人格研究所所長のハイドです。最近ね、ハイドチャンネルの方でマクドナルドのグラタンコロッケ2種類食べる動画を撮ったんだけど、どうくらごろだどうくらごろ、今からマクドナルド期間限定の2つのグラタンを食べ比べたいと思います。うん、あ、うまいな。その時にね、あんまり食欲がなかったっていうか、グラタンコロッケっていうものをあまり食べる気がしないって言ったらいいのかな、腹がいっぱいっていうわけではなかったんだけど、なんかこうしんどいっていうか、食べるのが撮影中になんでかなみたいなことを言ったんだよ。そしたらとしきさんが、昨日の晩ウサが晩ご飯にグラタンとキャベツの千切りを食ってたって言うんだよね。この動画は人格乖離、乖離性容器障害をわかりやすく解説する動画です。人格乖離とは、昨日の晩ウサが晩ご飯にグラタンとキャベツの千切りを食ってたって言うんだよね。そんなにみんなかついてない、そんなことあんま知ってない。なんだろう、昨日なんか食ったっけ。キャベツの千切り、ヘビグラタン似たようなもの食ってだからじゃない、似たようなもの食ってるからじゃない。だからそこじゃね、もうグラコロいらない。そうだよ、だからもうグラタンみたいなもんいらないんだよ。そこだよ理由。俺それかと思って、グラタンコロッケバーガーにどっちも入ってるものじゃん、それって。キャベツの千切りもグラタンも、だってグラタンコロッケって言ってんだから。それ俺は覚えてなかったのね、それをね。としきさんに言われて、確かに食ってたなと、それを。そう、人に言われて初めて思い出す。俺、バカだなと思って、自分たちが。俺らがね、帰りしてて、誰かに迷惑をかけるとか、仕事に支障が出るってことは、まあ、ないんだけども、一番ね、生活に影響出てるのが多分、食事だと思うんだよね。お互い、食ったものを覚えてないというか、これから食べるものを意識できないと言った方がいいか？例えばだよ、俺だったらだよ、俺ね、次の日、マクドナルドで、グラタンコロッケバーガーを食べ比べる撮影をするって思ったら、俺は前の日、ハンバーガーとか、グラタンとか、コロッケとか、そういう似たようなものを俺なら食べないの。だって次の日食うんだから、同じようなもんずっと食べたくないじゃん、同じものばっかり連続して。だけどウサの人格になると、俺の予定を意識できないんだよね。覚えてないっていう言い方が正しいかどうか分かんないけど、もちろんスケジュール表を見たら俺の予定は書いてあるから、それを見返せば分かるよ。結局自分の予定じゃないから、向こうはまああまりこっちのことは考えてくれないわけだよ。で、昨日の晩グラタンが食べたくなったんだろうね、向こうは。だけど次の日俺ね、グラタンコロッケバーガーを食べるわけだよ。グラタンコロッケバーガーにはグラタンもキャベツの千切りも入ってますよ。なんでそのスルッツが、お前だろって言われたらそうなのかもしれないけど、ここが結局乖離してる。前の日食べたものを思い出せない人とかいるじゃん、そういうのとちょっと違うんだよ。それとはまた違う感覚なんだよね。だからね、俺とウサが食べるものってすげえ被るんだよね。よくやるのが、まあ、例えば俺がハンバーガーとか食うじゃん、そしたら次の日もうウサはそれを忘れてて、自分もハンバーガー食べたいと思ってハンバーガーを食べに行ったりしてるんだよね。だからこの1個の腹の中にハンバーガーばっかり入っていってるって言ったらいいの？そういうことはね、未だにやっちゃうんだよね。普通さ、同じものを連続して食べたくないじゃん、飽きるから。そのよっぽどマイブームになってお気に入りの食べ物があるときはまた別だよ。そういうのじゃなくて、俺が食ったものを次の日向こうがまた同じもの食ってたりとか、まあその逆、向こうが食ったものを俺がまた次の日食ったりとかっていうことをめっちゃする、俺ら。多分ね、この食生活が一番ね、乖離っていう部分が出てるとこかもしれない。そんなことないか、一番ってことはないか。だけど自分たちでよく感じるんだよね。食べた後に、あ、昨日も向こうが食べてたじゃんみたいなことがめっちゃある。お互い何やってんだっていう気持ちに後からなる。なんでそれを思い出せないのかなって思うんだよね。まあ別に俺がさ、俺がっていうか、まあ俺と向こうがね、俺らが同じものを食い続けたところで、それ誰かに迷惑かけることじゃないし、どうでもいいことじゃあどうでもいいことなんだけど、よくね、人格管理者の中の人格たちで食べ物の好みが違うとかっていうのはよく聞くんだよ。俺らね、食べ物の好みってのは別に変わらないんだよね。別に好き嫌いっていうのは一緒だと思う、多分。とにかく向こうはあんまり俺が食うこと考えてない。あ、でも俺も考えてないか、俺も考えてないわ。まあアホだなっていう話。これがあるからといって病院に行って今すぐ治療しましょうとか、そういう問題ではないけどね、全然ね。はあ、そうですかって終わる話だよね。似たようなもの食ってるからじゃない、そこじゃね。もうグラコロいらない。そうだよ、だからもうグラタンみたいなもんいらないんだよ。そこだよ理由。
俺もよくやるんだよねそれ、うん、俺と向こうの食い物が被るどっちもの行動を忘れて、うん、食ったりしちゃうから、うん、後で昨日食ったじゃんとか、うん、なっちゃうんで嘘は多分、うん、これでグラタンコロッケバーガー食うとか多分考えてないと思う、うん、多分自分のことしか俺も覚えてなかったし言われて思い出すけどさ言われたら似たようなもん食ってんじゃんみたいな